超満員。今宵2本の黄色の稲妻が青いリングで交わります。ヒットという名の火花が散る注目の一戦、その序曲が鳴りました。ちょうど2年前の9月11日神宮球場で歴史的一戦が行われました。そのリングには高山義弘、川田俊明が立ちました。そしてその場には川田の試合を見つめ闘志を燃やしてきた男がいます。98年2月28日前日になった初登場、それからおよそ半年、ついに一騎打ち実現、柿原雅人いざ出陣。そして柿原の前日参戦、初めてのシングルマッチ、この試合に関して川田俊明、一言も我々マスコミに対して口を開きませんでした。全てはリングで、リングが全て。川田俊明、第4試合シングルマッチ60分の一本勝負を行います。60分一本勝負で行われます。柿原雅人、その手のひらに思いを込めて小艇マシンガン柿原雅人、250本の川田俊明、打たれて響くかデンジャラス系川田俊明。セミファイナルで行われます60分日本勝負、初のシングルマッチ、2年越しの対決です。共に自らの黄色のイメージカラーをこの身にまといまして、今響き合う者同士、その序曲のゴングが鳴らされました。日本武道館1万6300人超満員、まずは見つめ合います。自分の距離を取る、先に手を出したのは柿原だ。まずは得意の小手、そしてキックでいくのか、ずるりとかわしました川田俊明。長い足、長いコンパスを利用してこの川田に攻撃を仕掛けていきます柿原雅人。川田は1回転、さあ挑発します柿原。180センチ100キロの柿原雅人、さあ序盤からグラウンドの展開に持っていこうというところ。ここはもちろん川田、アマチュアレスリングの経験、足利工大附属高校、国体でも優勝しました。まずはこの柿原相手に付き合っていこうかというような、そういう体勢であります川田俊明。183センチ105キロ体重差わずかに5キロ、しかし打てば響き合う者同士。今は川田という大きな山が目の前にある、これを超えればまた別の山が見えると語っていた柿原雅人。しかしこの全日マット参戦、そのきっかけはこの男川田俊明の存在でありました。足を取った、張っていく、耳筋、首筋、 SDO、 さあ腕口逆十字に入っていこうというところであります。しっかりと腕を振っていきました。入った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 、さあ川田、川田こらえる、こらえる、サードロープに足が伸びました。まずは柿原が序盤ペースを掴んでいきます。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、ファンが望んでいた一戦ですね。そうですね、序盤どういう戦いになりそうですか。いや、まあ川田はやっぱり様子を見ると思いますね。はい、そして柿原、この全日本に来て半年でシングルマッチという、非常に全日ファンの声援も浴びています。馬場さんの目から見てこの柿原というレスラーいかがですか。そうですね、まあ、レスラーというかね、そのレスリングはそんなに覚えていないんですよ、はい、そのどういうんでしょうね、この蹴ったり、関節を取ったりするだけのことですからね、やっぱりその相手を倒して、スタミナを奪うとかダメージを与えるとかというような技を覚えなかったらね、やっぱり通用しないと思いますかね。川田のサッカーボールキックが入りました。このあたりは川田は余裕でこの柿原を受け止めているというところでしょうかね。まあ、余裕とは言ってもまあそうでしょうね、分かりますからね、こういうものしかないという、はい、ね、どっか技で倒されるとかそういうものはないですからね。しかし馬場さん、川田は今倒れて、そしてエプロン下に落ちていきました。さあちょっと川田ダメージをこの一発で受けてしまったようです。
第35代の世界タッグチャンピオン、全シリーズ7月15日の大阪大会ではオブライト高山組を2度目の挑戦を退けまして、チャンピオンを応援しています。竹谷が上で待ってますでしょ、はい、これはもうね、なんと言いますかね、川田を攻めるチャンスなのにもう川田は休んでるんですからね。そういうことになりますね。竹谷がこうやって待ってたらね、やっぱりこれは攻めていかなきゃいけないですね、そういう経験がないですからね、まあ、この川田足を伸ばして余裕着々、馬場さんのおっしゃるようにこのエプロン下に転落したところでしっかりと休養を取っています。さあグラウンドの展開に持っていこうというところ、足を取ってタックルに行く、バックを取った川田、柿原のバックをしっかりと取っています。5月1日東京ドームで三沢を破り3冠、しかし6月12日武道館でその座を小橋に奪われました。あれから3ヶ月武道館に戻ってきた川田、その相手は柿原です。逆水平チョップをかわす、打てば響くはずだ、そう語っていた柿原、エルボーチョップ、栗先生のチョップ、重いチョップ、柿原うつ伏せ、立ち上がれません。さあバックドロップ、もうフラフラだ、もうフラフラだ、柿原武道館のお客さんの悲鳴が漏れます。ハイキック、秋原このままではいけません。首筋へ鋭いチョップ、今までアタックの戦いが主だった、しかしシングルで本当の川田さんが見えるはず、本当の川田さんを感じたいと言っていたこの柿原、しかしあーっとかかと落とし、上げ蹴り、起き上がったところ、ジャーマンこらえた、足を取る、久しぶり、さあ逆に足を取られました川田、この辺りのうまさというのは柿原の方が川田と同じくらいうまいものを持っています。こういうところは柿原の取り柄ですからね。そうですね、柿原が自分のこのレスリングを展開していきたい、スタミナを考えずに自分のいいところを出していきたいと語っていました。今日のこの黄色の2本の稲妻、青いマットで交えます。さあマウントポジション、川田昇天を加えていくか、柿原もこの辺りの防御はしっかりしています。さあ後ろ後頭部を狙っていく、後頭部狙う、後頭部に思い入れも昇天が押していく、昇天が押していく、昇天マシンガンは今日は川田の名前か。さあこっからまだ投げられない、膝からゆっくりスローモーションを見るように崩れていった柿原、かかとが入ります。馬場さん、かなりスタミナ消耗しているようですね。ですから川田に投げられたりすると、はい、その自分が痛くないように受けるというその受け方を分かりませんからね、こういうところがよくカウント3入った、カウント3入りました、これはランクインだ。スタミナを考えずに自らのいいところを出していきたいと語っていた柿原、しかしここは全日本プロレスのマット、オブライトが上がります。しかしここは全日本プロレスのマット、川田俊也ギリングで結果を出しました。2年越しの夢あっさりと消えました柿原、ちょっと聞いてください、はい、確かにやることは柿原いろんなことやりそうに見えたんです、強そうに見えたんですけども、一発投げられた、この受け身がわからないばっかりにもう大きなダメージを食ってしまった。ですから本人がこれからねその受け身を一生懸命勉強すれば、ああいう投げ方を何発振っても立ち上がれるということにつながっていくんですよね。日本の黄色い稲妻、しかしそれは稲妻のようにあっという間に決着がつきました。6分52秒片襟固め、川田俊明、柿原の2人越しという目破きました。涙です、柿原涙、しかしここは全日本プロレスのマット、有無を言わせません。柿原の涙、これがこれからの柿原のレスラー人生、
大きな大きな財産になっていくはずであります。